アーセナルに所属する22歳の MFA インズリー、イトランドイコールナイルズに、トッテナムが興味をしているようだ。A メディア、デイリーメイが現地時間20日に報じた。今シーズンのアーセ、ルアダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料、試し実施中、アーセナル生え抜きのメイトラ、ドイコールナイルズは、昨季、公式戦32試合に、出場1得点2アシストを記録。中盤でもプレーできるが、右サイ、バックが主戦場となっている。トッテナムをいるジョゼ・モーリーニョ監督はコート時、ワール代表 DF、セルジュ・オーリエを構想からしているようで、新たなサイドバックを獲得、用としているという。そして、トッテナムは数のポジションをこなせる、メイコールナ・ルズに目をつけた。同メディアによると、ナルは2000万ポンド、約28億円でオファーを容認す、意向であるという。生え抜きの22歳 MF だが、アーセ・ルは、新型コロナウイルスの影響で財政に打となっていることから、資金を捻出したいと得ていて、オファーがあれば、容認する、可能性、高い。果たして、メイナイルズはノー、ロンドンのライバルチームであるトッテナに移籍することになるのだろうか。両。